サンポル博フランソワ一世の紋章フランソワ一世は、サンポル博、エストトビル公。バンドーム博フランソワとサンポル女博、マリード・リュクサンブールの間に生まれた。1515 15年のマリニャーノの戦いにおいて、フランス王フランソワ一世と共に、バヤール教により、騎士に助任された。フランス軍総司令官として、1521年に、メジエールの戦いに参加し、 1524年には、ボニベ教及び、バヤール教と共に、政治赤羽の戦いに参加した。1525年のパビアの戦いでは、捕虜となった。1527年、フランソワは、ドーフィネ知事となった。サボヤ及びピエモンテ遠征においても、主導的な立場に立ち、1529年の貴婦人の和訳まで軍を指揮した。1533年に、 マルセイユで行われたフランス王フランソワ一世とローマ教皇クレメンス七世との会見にも立ち会った。また、二世紀の間耐えていたグルノーブル大学を1542年9月1日に式典を行い再開させた。第四次イタリア戦争においてフランソワはサボーヤ信仰を指揮した。1543年にはピカルディでイングランド及びスペインと戦った。 フランソワは1544年のチレゾーレの戦いに反対したが、ブレイズ・ド・モンリュックが王を説得し、戦いは行われた。1534年、エストトビル女子アドリエンヌと結婚し一難一、女を設けた。ありがとうございます。